皆さんこんにちは、ペンギン堂のペンギンです。本日のテーマは、高い万年筆と安い万年筆どっちを買いたいですかっていうお話です。そんなの、いいものが安いに越したことないじゃんっていうのが大多数のご意見かと思うんですけど、まあそしたら例えばまあまあいいものが超安かったら、その超安いっていう理由で欲しくなっちゃうことってでないですかね。私は結構日々あります。まあスーパーで半額シールが貼られてる野菜とかあったら、買っちゃってます。まあ今回のテーマはそんなちょっと値段のお話です。できたらいろんな人に聞いていただきたいので、ラジオ風な感じなのでお耳だけでも、借りられたらなと思います。実はね、最近アップした2本の動画に関して頂戴したコメントを読んだり、最近話題になってるニュースなどを見ていろいろ思うことがあったんですよね。で、ちょっと考え方が変わってきたというか、動画を一旦非公開にしようかなって思ってるんです。というか非公開にしました。で、それにもコメントしてくださった方がたくさんいらっしゃったので、一応ここでご報告しておこうかなと思った次第です。まあその動画ってどれなのよってことなんですけど、まずは、これですね。なぎなた風2部、この先っぽだけなんですけど、ここの部分をレビューした動画と、とこの、これね、すごい最近の動画なんですけど、この超スタブ、ピントが合わない、超スタブの万年筆、これ自体を買ったよっていう動画です。まあもうお気づきかなと思うんですけど、この2本どちらもアリエクスプレスで購入していて、この買うきっかけっていうのは、まあ安いから買ったっていうか、この私の欲求とアリエクにあった商品が合致したので、買ったっていう感じではあるんですけども、まあね、なんでそんな風に思ったのかっていうのが、最近ニュースとかで話題になってる、シーインっていう中国初のアパレルブランドって皆さんご存知ですかね。これね、全然マネースと関係ないんですけど、シーイン合ってるかな、綴り。シーインっていう、なんか洋服とか雑貨とかをやってる通販サイトがあるんですけど、まあなんかそこがいろいろ話題なんですね。ずっと EC サイトだけでやってたんですけど、最近原宿に世界初の実店舗ができたみたいな感じでニュースでもやってました。このシーインっていうなんか洋服屋さんがなんでこんなに話題かっていうと、まあめちゃめちゃ安くて最新のファッション、おしゃれなファッションが買えちゃうっていうことで、若い人ですね、お金があんまりないよっていう Z 世代の人にも人気だったりします。でもね、このシーンの安さの秘密みたいなところがちょっと明かされつつあるというか、報道されつつあって、実はね、この安さを支えているのは過酷な労働条件、一日18時間とか働かされたり、全然休みがないとか、そういう報道があったり、あとはですね、ちょっと偽物バクってるじゃないかみたいなところが、シーンの闇として報道されつつあります。まあね、これも自分の目で見たわけじゃないんですけど、まあパクリなのは多分見ればわかるんですけど、こうどんな、職場というか、どんな人たちがどんな過酷な状況で働いてるのかって自分で見たわけじゃないので、なんとも判断はつかないんですけど、なんかそういう、大変な状況の上に成り立ってるのってどうなのかなってまず一個思いました。で、そういう感じでちょっと話がつながってきましたかね。で、万年筆は、まあ、この中華万年筆、例えばこのジンハオとか、正直すごくいいです。普通にいいです。品質いいよね、みたいに
結構万年筆界隈の人たちは結構周知の事実かなと思いますし、あんまり悪く言う人もいないんじゃないかな。なので、なんかこの安いっていうのが悪いのかどうかもよくわかんないんですよね。だってプレピーとかも300円で売ってるし、この前動画作ったパイロットのペチットなんかもね、200円ですし、まあそんなにこれがこう不当に安いかっていうと、そういうわけではない。まあスケールメリットですね。いっぱい作るから、まあ安くできる。あとは、まあアパレルと違って手作業じゃないんで、この射出成形というかプラスチックがジャンガジャンって作って、まああとちょっと組み立てるっていうあたりで人の手がいるかなっていう。まあね、ミシンでいっぱい塗ったりするよりは全然人の手がかかんないかなと思うので、この安さもおかしくはないとは思いました。で、あと、アリエクスプレス自体のどうなのよっていうところなんですけど、個人的には今のところ、事件は起きてないというか、普通に届いているので悪くないかなとは思ってます。そもそもね、このシーンと違ってメーカーじゃないので、っていう感じなんですけど。でもね、まあ、シーンと同様に、パクリっぽいみたいな商品を取り扱ってることは確かですよね。多分ね、アリエク見たことある人はわかると思うんですけど、まあ、これもそうですよね。ちょっとラミっぽいじゃんとか、なんだ、ツイスビーっぽいじゃんとか、あとは、明らかにこれモンブランでしょみたいなのあるじゃないですか。モンブランとは一言も言ってないので、まあ、偽物じゃないんですけど、これってデザイン丸パクリだよねみたいなのがいっぱいありますし、まあそれってそのモンブランだったらモンブランのブランドイメージとか、まあ損ねちゃってるわけじゃないですか。で、そのモンブランの人が悲しんでるっていう上に成り立ってるって思うと、どうなのかなーっていう思ったわけです。まあ、ずっと思ってはいるんですけど、まあ、あんまり直視してこなかったというか、ね、最初は、まあ、若い人にとって安く万年筆に、万年筆を始められるっていうことはいいことなんじゃないかなと思って、この安い、ワンコインでみたいなことをキャッチーな言葉をサムネとかにつけて、私は動画を上げてたんですけども、果たしてそれはいいことかってすごく考え始めちゃって、一回非公開にしたということの顛末でございます。これってね、まあ、アリエクだけに限らず、アマゾンとかでもよくわからない謎のブランドの万年筆とか売ってて、なんかすごく良かったりするじゃないですか。もう私も持ってるんですよ。良かったりするので、なんか全然否定できないというか、でもなんか会社名もよくわかんないし、もちろんアフターフォローもないですし、なんかそういう中で、こう、ひととき、楽しめればいいや、みたいな感じで買っていいのだろうか、みたいな考えすぎだろうか、っていうね。ね、めんどくさい人なんですよ。なんかそういうのもあって、ね、ヴィンテージの万年筆いいよとか言っているわけなんですよ。万年筆ってもう万年使えるから、もうね、いっぱい作ってスケールメリット出して、大量に売るっていうモデルがもう限界なような気もするんですよ。もう万年筆に限らずね、服でも、そうだし、なんか大量に捨ててるみたいなの聞くじゃないですか。で、例えば家とかでも、うちの周りでもマンションいっぱい新しいの建ってるんですけど、空き家が増えてるとかも言うじゃないですか。なんかね、すごく違和感感じるんですよ。でもね、そうやってみんなが古いものをずっと使い回してたら、経済発展しないじゃないか、GDP 上がんないじゃないかとも思うし、もう何が正解かわからないです。まあそんなわけで、こう、ペンギンの勝手なたわごとをお話ししました。まあこれに、強調してくれるもよし、もうそんなの知らねえよって思うのはもう本当に自由ですので、皆さんは買いたい万年筆を好きなように買うのが一番
正しいと思います。自分の気持ちに従って。うん。でも私の気持ちはこうですっていう謎の主張でした。まあね、お前ごとき底辺 YouTuber が別に何の影響力もないよって思うんですけど、まあほら、バタフライエフェクトみたいな言葉あるじゃないですか。ちょっと詳しく忘れちゃったんですけど、なんか南米で蝶が羽ばたくと、アメリカのなんか遠く離れたところで嵐になるみたいな、多分ね、気象の用語というか、その天気、お天気の、何かを例えた時の言葉っぽいんですけども、まあそうやって、ね、全然関係ない、ほんの些細なことをきっかけに、何か遠くで大きなことが起きたりするかもしれないので一応こんな動画を作ってみました、長いおしゃべりの動画を最後まで見ていただきありがとうございます。それではまたね、失礼いたします。